愛すべきおバカ。どうも、ババキリクタでございます。今回は PS4 ゲームに登場した無垢で純粋なおバカキャラクター3人を紹介。迷う前に動く。それではいきます。いつしょう、コーヒー一つお願いします。かしこまりました。そのバカっぷりから世間を賑わせることに成功した男、彼は怪盗団を引っ張っていくトラブルメーカーだった。皆様、お座席のベルトをお締めくださいますようお願い申し上げます。ラストのパー、坂本龍一。感情の赴くまま行動し、その結果部活を退部させられた不良少年坂本龍一。くそ、変態教師が。変態教師。彼は後に怪盗団の切り込み隊長として世間を賑わしたのだが、しかしその言動からか、彼はいつも怪盗団メンバーをピンチに追いやってしまっていた。ボリューム調整のできないでかい声、突発的な感情から来る言動。おお、今どこ？便所？いつものとこで怪盗団の会議だ。あのバカ。彼はおバカゆえに、仲間がいなくなりそうな時でも無鉄砲な自分を抑えることができなかった。龍二だって理屈で言い返されたらすぐに黙っちまうし、しょうもないぜ。はあ？まあ龍二だしな。最近じゃ怪盗人気でモテたいとかしか言ってねえし、人気で浮かれるのも結構だが、独りよがりはいただけないな。てめえこそ自分の目的で動いてんだろう。姿が変わっちまっただけで我が輩は立派な人間だ。少なくともお前みたいな煩悩丸出しのパツキンモンキーよりはな。てめえ、いいだろう、奥村なんて小物、我が輩一人で十分だ。残念だったな、廃人化の謎を解く手柄は我が輩のものになりそうだぜ。実際お前より役に立ってたじゃねえか。おい、引き捨てならないぞ。どっちが役立たずか思い知らせてやる。おお、見せてもらおうじゃねえか。龍二やめなって。ただそうは言っても、彼の行動によって救われた人がいたのも事実。どうせ決死ぬおめえなら旗に掲げて人を暴れ。彼は覚悟を持ってバカをする。よし、ほら、ナイス。しゃあ、
まっすぐで素直でおバカなおっさん。彼は少年のような心でその人生を成り上がった。よっしゃ、行くぞ。留学の裁判部タスカ。ソープ桃源郷で生まれ、そしていつしかヤクザとなった男、カスが一番。頭の命令通り財布を取り上げてきました。利息分も含めて全額入ってます。珍しく上出来じゃねえか。なんて言うわけねえだろ。彼はおやつさんのためなら何でもする真のある男だったのだが、ただ少年のような素直な気持ちが強かったためか、彼はよくおバカな失敗を経験した。すみません、パンチパーマなんて今時誰も、いや、ちょっとやったことなかったもので。どういう顔で親父に会ったらいいんだよ。これそれが笑えるような失敗ばかりだったらよかったのだが、しかし彼の場合それは時に後悔につながるほど辛い経験となった。親父の悪口を言われたんです。シャバで待ってる組長さんか。はい。あの野郎、おやすんのことふぬけだとか小物だとか抜かしやがって。おやじさんが知ったら悲しむだろうな。そうなんです。だから俺は奴らを。違う、お前の刑期が伸びたことだ。どんな事情があって人を殺めたのかは知らない。だが外で待ってくれている人がいるなら耐えろ。これ以上信じた人を悲しませるな。そして10年後、41歳になった彼は勇者目指して再びバカを見ることになった。勇者ってのはスライム倒していつか成り上がってなるもんだろ。生き様だろ。成り上がる生き様か。そうさ、お前なら今からだって成り上がれるぜ。40過ぎて成り上がりか。悪くねえな、成り上がりって生き様。一丁ドーンとかましてみっか。おう、その息だ。一番、俺たちの輝かしい未来に乾杯だ。うん、未来の勇者にな。乾杯。春日を利用していただけの仲間、久しぶりに出会ったおやつさんの裏切り。蓋を開けてみりゃ俺以上にお前は何もしやしなかった。笑っちまうよな。そうだったのか。まあ、お前は嘘がつける男じゃねえってことくらい分かってるさ。偽札のことを何も知らねえんじゃこれ以上つるむ理由もねえ。俺はよ、近いうちにお前の前からドロンと消えるつもりだったんだ。彼のそのおバカっぷりはどうしても彼を人生のどん底に陥れた。すまねえな、イチ。死んでくれ。がしかし、彼のまっすぐな信念はいつしか周囲を魅了していった。来ないな、喧嘩。一生に一度きりや。そしたら
とことん楽しめる方につかな、おもろないわな。お前も裏切るんか、ケンド。味方になると頼もしいね。バカはバカだが、誰かを信じ抜こうとする彼の気持ちはどんなことであれバカにはできなかった。ありがとう。え？ごめん。紳士だから。うん。S ゲーム。本来、知略が必要だと思われるこの舞台にも、おバカは登場した。名前は極原ゴンタで、超高校級の昆虫博士なんだ。ゴンタは紳士になりたいんだ。本当の紳士を目指しているんだよ。10年という月日の中、狼に育てられたためか、紳士な昆虫博士になろうとしていた高校生ゴンタ。彼は素直で優しい力持ちということもあってか、周囲にはとても信頼されるキャラクターだったのだが、しかしその反面、知識皆無の無能っぷりは周囲に混乱を招くこともあった。あ、この蓋はどうすればいい？どこかに放っておいてもらえるかしら。人に当たらないように気をつけてね。本当はポイ捨てはマナー違反だからダメなんだけど。誰かに誘導され、ようやく答えを導き出せる。それは裏を返せば誰かに利用されているとも取れる悲しき定め。え、もしかしてゴンタが疑われてるの？どうして？だからあなたにアリバイがないからですって。じゃあそのアリバイってやつを持ってくればいいんだね。わかった、今から急いで取りに行ってくるよ。どこにあるのか教えて。この様子だとこいつに反論は難しいかもね。奥原ゴンタがこのデスゲームで勝ち抜くことは可能なのか、それはこのゲームをプレイした者だけが知ることができる。謎は全て解けたし帰るかな。解けてないよ、ゴンタは犯人じゃないって。ということで今回はここまで。エキサコ、それではまた。